続いて第7試合です。失礼、第6試合です。加藤久希選手から2ラウンド KO 勝ち、さったりウィリアサクレック選手の登場です。どうぞご着席ください。まずはさったりウィリアサクレック選手に昨日の試合を振り返っていただきます。 Hello everybody. It was a good fight. My opponent was strong and has many experience, butI did a good job and I try to be better day by day. 昨日はとてもいい試合だったというふうに思っております。相手の加藤選手は、まあ、経験も豊富でとても強い選手ではあったんですけども、自分自身すごくいいパフォーマンスができたので勝てたのかなというふうに思っています。でこれからより一層徐々にどんどん強くなっていきますので、応援よろしくお願いいたします。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。すみません、K1 初参戦でこう初勝利という形でしたけども、どういう心境なんでしょうか。Yes, it was my first fight in the K1 and I was so happy for that and I feel goodAnd I feel confidence right now. I know I can be better and I try to be, make the cruiserweight more popular than this and do whatever the people want to do, like speed, power and everything I have, I want to put them. And I came here to be champion.まあ、昨日はK1 での初戦をああいう形で勝つことができて本当に嬉しく思っています。自分自身本当に、まあ、自信をさらに自信をつけたというふうに感じておりますし、まあ、今後日本でのこのクルーザー級を、もっと人気のある階級にしていきたいと自分も思っておりますし、ファンの皆さんがそのクルーザー級に何を求めているかというのは自分も分かっているので、まあ、のパワーですね、そのあとはクルーザー級としての、まあ、精神力というかそういう強さをもっと見せていきたいというふうに思っております。こういつもこうフルパワーでこう戦ってらっしゃいますけど、それがこうモットーなんでしょうか。すみません、もう一度お願いします。いつもフルパワーでこう戦ってらっしゃいますけれども、それがモットーなんでしょうか。You know, we should fight with any fighter in different style, but I would like to put everything I have in the fight, my power, my speed, and I will use them all and do my best every time.まあ、基本的に相手の選手によって戦略は変えますけども、まあ、自分の持ち味であるパワー、スピード、その全てを出して戦うという気持ちは変わっていません。次こう武道館でクルーザー級の試合に2試合ありますけれども、それはこう意識されていらっしゃいますか。I'm looking to that fight, but at all I'm looking forward for a title match because I came here for the belt andI hope to that happen as soon as possible for me, and I want to fight for a belt.もちろん気にはしているんですけども、自分は日本にそのベルト、クルーザー級のチャンピオンになるために来ているので、むしろそのタイトルの方に意識はいっております。今後の目標を教えてください。And
As I said before, I came here for the belt, so I hope next fight is going to be my title match. 今申し上げたように自分はチャンピオンになるために来たので、まあ、次の試合、早ければ次の試合にもタイトル戦に臨めたいと思います。他にご質問のある方、どうぞ。現時点でも相当強い選手だと思うんですが、自分にまだ足りないもの、これからさらに磨いていきたいものは何だと思ってますか？I think I'm a student right now, and every day we should learn more and more and to be better. If I think I'm complete, that's a wrong point. And for developing, we should learn day by day and improve our ability.自分はまだ全てにおいて学んでいる最中だというふうに認識しているので、今の現状に満足してしまうということは決していけないというふうに思っています。やはりこう学んでいく上では常にこうハングリーに学んでいく精神を失わずにしていく、それが必要だというふうに思っています。勝ち上がっていけば同じ国のシナカリミナ選手と戦うこともあると思うんですが、それは、自分としても辞さない感じですか？Never mind. I came here to be a champion, so it doesn't matter. I want to fight with who, from my country or from another country. So, anyway, I will do my best, and no matter who is my opponent.自分はチャンピオンになるためにここに来ているので、まあ、相手が自分の母国の相手だろうが他の国の選手だろうが、自分はベストを尽くしてどの相手だろうと戦う、そして勝つ、それだけだというふうに思っております。よろしいでしょうか？ライブ配信のコメント欄ではイケメンと人気となっております。サッタリウィラーサクレック選手、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。At the first, thank you of K1 and to give me this chance, and thank you to Japan people who support us. Thank you to my people and my fans. I hope to can show you an excited fight and you're enjoying my fight, and I will do my best and put everything I have. Thank you so much. Please support me.まずは今回このような機会を与えてくださった K1 の皆さん、本当にありがとうございます。そしてサポートしてくれているチームのみんな、応援してくれているファンの皆さん、本当にありがとうございます。これからもみんなに楽しんでもらえるようなエキサイトな試合を続けていくために自分のベストを続けていきますので、これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。サッタリウィラーサクレック選手、以上となります。どうもありがとうございました。